と水戸と宇都宮と前橋、北関東ナンバーワン都市はどこか。まずは人口。水戸市27万人、前橋市33万人、高崎市37万人に対し、宇都宮市51万人と、宇都宮市が圧倒しております。ただね、人口密度で見ると、水戸市が一番多いんですよね。じゃあね、中心駅の利用者数で比べるとどうかっていうと、前橋駅が1万4000人、高崎駅が4万5000人、水戸駅が4万8000人、そして宇都宮駅が5万人と、これもやはり宇都宮駅が一番多く、水戸駅、高崎駅がそれを追う形でございます。ただね、上場企業の数で比べると、水戸市が4社、高崎市が5社、前橋市が6社、宇都宮市が9社と、これもやはり宇都宮駅が圧倒しております。じゃあね、スタバの数で比べるとどうかっていうと、前橋市4個、水戸市6個、高崎市8個、そして宇都宮市が10個と、やはり宇都宮市なんですよね。でね、観光客で比べると、水戸市367万人、高崎市630万人、前橋市645万人、そして宇都宮市が1512万人と、正直宇都宮市強すぎますわ。水戸市は東京駅から1時間20分ぐらいで行けるんですけど、水戸駅前はガッチガチに栄えていて、レトロな飲み屋街、宮下銀座や、意外と知られてないんですけど、カツオの消費量が高知県に次いで第2位なので、カツオのわら焼きを目の前でしてくれる店が結構美味しいんですよね。そして日本三名瀑の黒田の滝とかも茨城県内にあるので、ぜひ行ってみてください。前橋市は正直、東京駅から電車で一番行きにくく、新幹線使わないで行くと2時間以上はかかるんですけど、あのね、自然とのコントラストが非常に美しくて、赤城山の白万淵は格別だと思います。高崎市は4つの中で唯一県庁所在地じゃないんですけど、多くの電車の発着地点で、実際ね、人口も多くて、家賃相場もね、高崎駅周辺はワンルーム平均 7.5 万円と、あの大阪の難波駅より全然高いぐらいの大都会で、またね、観光に目を向けると人気スポットも数多くあります。そして宇都宮市は普通列車じゃ東京から1時間50分ぐらいかかるんですけど、高崎同様終点の電車がいっぱいあるので行きやすいと思いますよ。そして宇都宮駅周辺は大都会でオリオン通り商店街などがあるんですが、とにかく餃子の店が多いっす。ミンミンとかうまい屋など人気な餃子屋はいつも並んでいて、ビール流し込みたくなること間違いなしなので、ぜひ行ってみてください。ということで今回は北関東ナンバーワン都市はどこか比較してみました。ぜひコメント欄にどこが都会に感じたか、また動画のリクエストなどどしどし書いてください。そしてインスタ1万人、 TikTok 3万人、 YouTube 1万人登録いきたいので、動画のシェアとフォローよろしくお願いしますわ。ご視聴ありがとうございました。